ブレーメン市電は、ドイツブレーメン州の州都であるブレーメンに存在する、路面電車。2019年現在ブレーメン及びリリエンタールに、営業キロ 114.6km の路線網を、有し、路線バスと共に、ブレーメン路面電車会社によって運営される。ブレーメンで最初に登場した、路面鉄道は、1876年6月4日から、営業を開始した。 民営鉄道のブレーメン馬車鉄道であった。1879年からはイギリスロンドンに本社を置くグレート、ブレーメン馬車鉄道も営業運転を始め、両社はブレーメン各地に路線網を広げた。1890年にブレーメンでは北西ドイツ貿易産業博覧会が開催されたが、それに合わせてブレーメン馬車鉄道は当時最新技術であった。 路面電車を導入することを決定した。同年の博覧会開催中のデモンストレーション運行に続き、翌1891年には全区間を馬車鉄道から路面電車に置き換えることが決まった。ブレーメン電気軌道に社名を変更した同社は1893年までに一部を除き所有する路線の電化を完了させ、1899年に合併したグレート、 ブレーメン馬車鉄道の路線についても、翌1900年までに馬車鉄道から路面電車へ置き換えられた。ブレーメンの街から馬が牽引する列車が姿を消したのは1911年、もしくは1913年とされている。これらの転換が進む間にも路線の拡張は進み、1908年からは系統番号の導入も実施された。一方で1910年には、 賃金上昇を求めた従業員によるストライキも発生している。1914年の第一次世界大戦によって路線の拡張は一時停止し、1915年には従業員不足に伴い女性運転手が採用される事態となった。1916年には一部路線が廃止されたが、終戦後の1919 19年以降は再度路線の拡充が行われ、 1934年には、ブレーメン空港まで路線が延長され連絡輸送が行われるようになった。さらに、健康保険の導入など福祉政策の充実も行われた。1924年には、路線バスを運行する子会社である、ブレーメン郊外鉄道会社が設立され、バス事業へ参入した。1939年の第二次。 世界大戦回戦に伴いブレーメンの路面電車も軍事工場への人員輸送に力を入れるようになり各地の軍事工場へ向けて路線を伸ばした。これらが全通した1940年はブレーメン市電の路線網が最大規模に達した年となった。だが同年以降は度重なる空襲によりブレーメンは甚大な被害を受け路面電車の車両や施設も例外なく 被害を受けたことにより、1945年4月22日に全路線の運行が休止した。終戦時には路線の80%が走行不能状態であり、稼働可能な車両も10%に満たなかった。ブレーメン市電の運行が再開したのは、終戦後の1945年6月13日であり、最初に設定された16ノルマル系統には、 新しい都市を示すノイシュタットの頭文字の N が付けられた。以降は路線の復旧が進み、1952年までに戦時中に建設された一部区間を除いた全区間の復旧が完了し、以降はさらなる路線延長も実施された。車両についても戦災復旧工事が行われた一方、1950年代以降はボギー車、 連接車など大型の新型車両の導入も進められた。また1953年にはブレーメン郊外鉄道会社を吸収し、ブレーメン路面電車会社はブレーメンの公共交通を一手に担うこととなった。一方、経済発展の中でブレーメンの人口は増え続け、1950年から1958年の間には25%の増加を記録した。 これにより公共交通の利用者も増加した一方、自動車やバイクによる道路混雑が激しくなった結果公共交通のダイヤの乱れも深刻化し、信頼性が低下し続けた。そしてその中で路面電車が時代遅れの乗り物であるとみなされるようになり、1960年代以降ブレーメン南部をはじめとする各地の路線が廃止され、路線バスへ置き換えられていった。 だが、路線廃止と並行していくつかの新規路線の開通も実施されており、1960年代後半以降はバスや自動車以上の大量輸送が可能であるという利点から路面電車を見直す動きが起き始めた。1967年6月18日には、ファール地区の新開発地域へ向けて新規路線が開通し、1976年9月24日には、 フフティング地区のローラントセンター方面へ向かう路線の延長工事が行われた。1968年には当時加熱していた学生運動の中で公共交通の運賃値上げ計画に橋を発したブレーメン路面電車暴動が勃発し、多数の路面電車車両やバスが被害を受けたことで、機動隊が出動し、多数の逮捕者を出すに至った。そして、学生側の会議の結果、 最終的にこの値上げ計画は撤回された。ただし1970年代以降ブレーメン、路面電車会社は断続的に公共交通の運賃値上げを実施しており、1976年には大規模なデモが起きたものの、それ以降規模の大きな反対運動が起きることはなかった。1970年代後半以降は、モータリーゼーションの進展やブレーメン自体の 人口減少、失業者増加が影響し公共交通自体の利用客が減少したことで、1987年のわずかな路線変更を除き自然の路線網に変化はなかった。一方で車両をはじめとする施設の更新は進み、1979年までにポイントの無人化が達成されたほか、1950年代に導入された旧型車両の置き換えも実施された。 1987年には公共交通が無料利用や各地の観光施設の割引などの特典を有するブレーメンカードの運用も始まった。1980年代以降、環境意識の高まりとともに路面電車やバスなど都市部の公共交通の重要性が幅広く認識されるようになった。ブレーメン市議会建設上院トブサグによる公共交通網の近代化。 拡充に関する提案が1989年に可決されたことも大きな原動力となった。そして1988年の路線バスにおける低床バスの導入に続き路面電車でも1990年に世界でも最初期となる車内全体が低床構造である100%超低床電車が登場し1994年から量産車の 運行が始まった。一方、利便性を高めるための路線網拡大計画も1990年代に動き出し、1998年5月23日に新たな系統の開通、ブレーメン空港の旅客ターミナルまでの路線延長、既存の系統の再編など大規模なダイヤ改正が実施され、同年10月12月にも新規区間が開通した。2001年に、 開通125周年を迎えて、以降も路線の拡張や整備が続き、2014年にはブレーメン州と隣接するニーダーザックセン州、オスターホルツ郡のリリエンタールまで延長された。一方で利便性を高めるための系統新設、再編も多数実施されており、2004年にはバスとともに深夜系統が導入されている。2019年の利用客は路面電車、 路線バス合わせて毎日30万人、年間で1億500万人に達しており、今後も環境に優しく便利な交通機関として、路線延長を含めた整備が行われる計画となっている。2019年3月30日のダイヤ改正以降、ブレーメン市電では以下の8系統が運行している。1.48.10系統では区間運転が行われているほか、 番号に S が付く系統は一部の電停を通過する列車なので注意が必要となる。また1.4系統には夜間に運行する深夜、系統が存在し、土曜日から日曜日にかけては、路線バスと共に24時間運転を実施する。2019年現在、ブレーメン自然で使用されている車両は、以下の2形式である。GT8N 型 GT8、N 型 Q 型,型電車置き換え 自然近代化の一環として、1993年から1996年まで78編成が製造された4社体連接車。車内全体が低床構造となっている100%低床車で、ブレーメン型と呼ばれる超低床電車ブランドの一つである。事故により、廃車になった1編成を除く77編成が在籍しているが、2013年頃から、 台車の故障が増加したことで運用を離脱する車両が続出し、2016年以降修繕を兼ねた更新工事が実施されている。ただしそれに伴う使用可能な車両本数の減少により、同年から一部系統の運行停止や列車本数削減などの措置が取られている。GT8N-1 系、GT8N-1 系旧型車の 置き換え用として導入された三車体連接式、超低床電車。ボンバルディアトランスポーテーションが展開するフレキシティクラシックを採用した。それまでの車両と比較して車幅が2650ミ、mm、リメートルに拡大し、車内の面積もより広くなった一方で、動力台車として従来の車軸付きボギー台車を用いたため車端部は高床構造となり、 車内の低少率は73%に減少した。ただし最も前方に設置された乗降扉には、車椅子用のリフトが備わっている。2005年から製造が行われ、当初導入契約が交わされた20編成に加えて、オプションとして23編成の追加発注が実施された。最後の車両がブレーメンに到着したのは2012年で、ある。 GT8N-2K2021 年以降、導入予定の4車体連接車。2017年にシーメンスと契約を交わし、同社が展開する超低床電車ブランドである、アベニオを導入することが決定した。車内は、全室低床構造となっており、車内には5カ所のフリースペースが設けられる。安全性向上のため監視カメラが搭載されるほか、上空扉付近には、 開閉を乗客に知らせる LED ランプが設置される。環境対策も考慮に入れており、車体部品の90%がリサイクル可能となっているほか、消費電力を抑制する回生ブレーキが搭載されており、車内にも省エネに適した LED 照明が用いられる。編成の台車のうち3機は電動機を搭載した動力台車となり、加速や 制動時の性能が向上している。また騒音防止のため車輪には吸音材が装備されている。営業運転から引退した車両の一部は、ダス車庫の一部を用いたブレーメン、路面電車博物館に保存されており、1990年以降は一部車両の胴体保存運転も実施している。T2C、B2K、T2C 型終戦後の利用客急増に対応すべく、 導入された二軸車。1940年にリンドナー車両工場で製造される予定だった車両の設計が流用されており、1947年から1949年にかけて電動車の T2C 型と付随車の B2 型が AG、ベーザーで製造された。1950年代には後述する GT3 型電車の製造にあたり、 T2C 型のうち2両の機器が流用され、以降は付随車として運用された。これらの車両を含め1960年代後半から廃車が始まり、1970年代までに営業運転から引退した。2019年現在、事業用車として残存し、後に復元工事が行われた701と、事業用車への改造時に付随車となったまま、 復元工事が実施された1727が路面電車博物館に保存されている。T4A、B4A、T4 ビット、B4 ビット型、T4 ビット型、B4 ビット型に、軸車に続いて導入された大型ボギー車。乗降扉が、車体の前方、中央、後部の3カ所に設置されており、乗客の移動が容易となった。1953年に、 電動車の多型と付随車の B4R 型がリンケ・ホフマンによって製造された後、翌1954から55年には改良型の T4 ビット型、B4 ビット型が犯罪車両製造で作られた。1960年代には更新工事も行われたが、1982年以降 GT4 e、GB4 型の導入により、廃車が進行し、 1990年3月30日をもって引退した。最後まで使用された T4 ビット型及び B4 ビット型2両は2011年現在もブレーメン市電で保存されている。GT3、ギガバイト y 3型 GT3 型を旧化した旧型車両の機器を流用して製造された2本の車軸を持つ車体と車体中央に1本の車軸のみが設置された車体が つながるという独特の構造が特徴の2車体連接車。ニーチェク車体側に運転台や手電動機、パンタグラフを有する電動車と動力を持たない付随車が1955年から1958年までハンザ車両製造で製造された。大型ボギー車と共に1950年代以降のブレーメン市電における輸送力増強に貢献したが GT4。GT ギガバイト4型登場後は運用範囲が縮小し1977年までに営業運転から撤退した。以降は GT3 型917が団体用車両、パーティワガンとして1980年まで使用され2002年以降は原型に復元の上胴体保存されている。GT4、ギガバイト4型ハンザ車両製造製の車両。 ウェーグマン製の車両急カーブ走工事の車体のはみ出しを抑える特殊な構造を採用した2車体、連接車。電動車の GT4 型と付随車のギガバイト4型が存在し、1959年から1967年にかけてハンザ車両製造で製造された車両と、1973年から1977年にウェーグマンで作られた車両では、 車体の位置を制御する方法が異なっていた。超低床電車への置き換えにより2013年までに引退し、以降は事業用や団体用、動体保存用車両が残存する。製造年や製造メーカーによって以下の形式に細分化されているほか、GT4C、g i バイト4 c 型の一部車両は1982年に、 廃止されたブレーマーハーフェンス支電から譲渡されたものである。GT6N 型生体保存されている GT6N 型ブレーメン支電発の超低床電車にして、世界でも最初期の車内全体が低床構造となっている100%低床車両。1989年に試作され、翌1990年から営業運転を開始した。後に、 ドイツや日本に導入されるブレーメン型と称される、超低床電車の第1号で、2019年現在は、ブレーメン路面電車博物館で、生体保存されている。ありがとうございます。